アダチ美術館の白社清少庭庭庭園は、見て、歩いて楽しむために、樹木を植えたり、噴水、花壇を作ったりなど、人工的に整備された施設。日本では、自然を模して川、池、月山などが作られ、木や草が植えられているものもある。集会、交流、留置、作業などを目的とした庭ではなく、鑑賞、道々、施策などを目的とする庭とされる。 また一部には特定の世界観や宗教観を投影したものもある。庭園は自然にできることはなく、形、石の配置、樹木の選択と組み合わせ、通路の作り方、建物の見せ方などすべて計画し、デザインされている。作る目的や方法は時代や民族、宗教などによって異なり、様々な様式を生み出した。しかし、 いずれも人々が理想とする環境を映し出そうとする点では共通している。楽園、浄土、パラダイスなどの現世的空間が庭園なのである。庭園は作られた時には私的なものがほとんどだが近代になって多くが市民が楽しめる公的、公園的な扱いをされるようにもなっていく。なお、皇室が所有するものは漁園と称される。欧米のガーデンは 人工美を追求し、花壇や池などの幾何学的デザインを誇り、自然は征服すべきという考え方を象徴し、日本の庭園は自然美を生かし、岩焼きや池なども自然を模し、自然の縮図を目指し、人間が自然と一体であるという考え方を象徴する。両安寺の北上石帝高楽園の地選会有識、庭園代表的なものを以下に示す。パラスリアン橋とバンテオン。 ストーヘッドの庭にてフォリー。ブローズワースホールの庭にて、ガーデンオーナメント、パームハウスの古典的な骨董花瓶、北アイルランドのベルファスト植物園庭の飾り、ガーデンオーナメントは、庭、風景、そして公園の景の強化と装飾のために使用される、要素である。これには、以下の通統立との庭園、アルハンブラ宮殿の庭園タージ、マファルの庭園ブッチャートガーデンズスペイン、 コレドバのアンダルシア風、パテオ・インフォティム、ブルー・マディニオ、ブラジル。ありがとうございます。